うん、服が欲しいんだよ。正月みたいなこと言ってるね。別にお年玉で買いたいとか言ってるんじゃないんだよ僕は。あ、買ったらいいやん、自分で言って。いやね、この前、ね、その僕がデッカちゃんになる日ですよ、うん、ごめん、ちょっとあの本当大事な話申し訳ないんだけど、してくるわ。でも本当に寝起きで変なテンションやめて。ふざけ倒してんの本当に。ちょっとマジで本当にごめん、本当にごめんこれマジだから。いや本当にね、なんでマジする前に行かない。マジやで、そのタスクさんと正義と俺でね、デカちゃん死んだ時に、ああ、なんかブランドモン買おうよみたいな、ああ欲しいブランドないのみたいな動画撮ったんですよ。行った。で、オンズサンドも行ったんですよ。リボンさん、マイブランド決めるらしいじゃないですか。おー、マイブランドですか。なるほど。今のところ何が好きなんですか。プリン。これ言うと大体今大爆笑。プリームとプリームと、うん、本当に昔から気になってるのは Y3 なんですよ。じゃあ今日は下見。下見ですね。今日は仕組みです。今日は仕組みしに来ました。仕組みしに来ました。確定ちょっと決めましょうよ。確定します。確定決めましょうよ。どこ攻めるか。あー、そうですね、発表してもらいましょう。リモさん、前面決まりました。前面、まあまずはやっぱスプリーム回ったけど、やっぱりそこは譲れない。はい、うん、もう一つですよ問題は。そうですね、ビトン。そんな響いてたんだ、ビトン。結局スプビだった。結局そうなる、うん、何も買ってないんです、うん、服の種類がないんです僕。見てください、この黒。確かに黒のイメージはあるすごい好きだよね、黒ね、君。そう、派手なもんがないんです。ってことで、お葬式チーン。はい、いい加減にしろよ。はい、すいません、はい、声がモブ。カラフルな服からまずは増やしていこうと。で、おしゃれを極めてからブランドに手を出そうかなっていうところで、これからお買い物に行きます。おお、行ってらっしゃい。ちょっと失礼。素人なので、最初から説明。もう嫌や。もう嫌や。あの、ハイブラは、うん、あの買えなかったから、うん、なんかとりあえず服の種類を集めに行こうと。そう、まずはだから俺はそれを待って、あの、あ、これ買ったんだって、じゃあ評価すればいい。違います。めちゃめちゃ応援するわ、俺は。そうじゃない、そうじゃない頑張れよ、お前。いや、違う違う、オッケーオッケーオッケー、レディゴープレシャスワン。え、レッツゴー、Let's go! We are going to the bed! ベッドには行かない。ベッドは行かないで。お前、寝るつもりやね。いや、まだ早いよ、それは。早いって何？タイミングがある、時間が。そうだな、時間が早い。もう、あの、奥さんとかもベビーとかもいっぱいいるのよ。いやでも、午前中でしょ、今。早い、早すぎやろ。奥さん連れと子連れがすごいから。さっき聞いたから。さっき聞いた。うん、一発ギャグやって、俺らが笑わなかったら言ってあげる。笑わなかったら言ってくれるの。笑わなかったら言ってくれるの。ああ、そっちか。めっちゃ早い、バツー。行くか。行くか。なにこの気分。帰宅ってことで。ちょっと待って、会話。あ、ね、ね、マジで買ってきました。はい、なんで、本当だね。みんなのおかげで、あの、ちょ、あの、ここ映らないようにしておきます。あの、こうやってほら、こうやってやれば映らないから、ね、息ができない。はい、なんで、ほんとに、あのね、お買い物行ってきました、皆さんと。とりあえずいいんじゃないか、言っといた、俺ら。あの、ターボードいいんじゃないか、一番説得力なかったけど。お前さ、お前さ、俺、いや、俺が一番真剣だったろ。確かに結構ね、ロフト好きで真剣だったね。本当だよ。いや、なんか、うん、いいんじゃない。適当は適当じゃねえから、お前らのが適当だったら俺これいいんじゃないっつって何を喧嘩してんだよ。いや、実際マジでない。いや、悩んでた、ちゃんと。いや、本当よ。自分のことだよ。心配すぎだわ。めっちゃ待ってよ。めっちゃ待ってよ。めっちゃ待ってよ。だってさ、真逆のこと言う。俺超考えたやんだ。考えたよな。俺この服迷うこと、いや、俺はこれ斬新でいいと思うさ。言ったよな。何一番適当みたいな。心配だわ、それは。てめえに時間割いてよ。わざわざ言ってやってんだよ。こちらです。じゃじゃん、あれだ、オレンジのパーカーでございます。うん、
これね、白雪姫めっちゃ可愛いよね。確かに。そうなんですよ。しかもシュプリーム着てんだよね。そう。そうで、銃ピストル持ってて、すっごいね、この目のファスナーがすごい可愛くて、で、この腕、この腕見てください、この腕、腕のこの A 字、これがめちゃくちゃ素晴らしくて、これ。サポートもそこまで行くと邪魔になるね。小峠が、小峠に行きたい。こいつが紹介しなきゃダメだよ。邪魔これ、邪魔ってことで、もう全部言われたのでおしまいです。もうなんか言ってよ、もっと言ってないとこあるでしょ、まだ。あ、いっぱいあるでしょ、まだ。でもこれ何がいいかって、白雪姫の皮なのに下ってやっぱ全然ジャンルが違うんですよ。うん、だから知りましょう、うん、これ言ったもんね。だからそういうんじゃないんだよ。それは言ったよね。でもそれは言ったもん、それは言ったもん、それは言ったもん。ただ、別にそのシュプリームに触れたいわけじゃなくて、この合わないテイストのギャップっていうのがやっぱ可愛いなと思ったんですよ。ね、そう、銃を持って、いかにも白雪姫と関係ない。そんなこと、そんなこと言ったよ、ね、言った、お前、シュプリームって言ったろ。うん、だから、この白雪姫なのにシュプリームに来てるってこのコントラストがいいって言ったもんね。そう、だから次近いやつ、行け、いえ。いや、でもこれは俺、正直欲しかったところ、俺は、自分でめっちゃ、うん、これは俺、欲しいです、俺推し。一番しっくりくるわね、勝った中で、本人が。確かにね、確かに。2点目はロフトスキーでございます。ボールがでもちょいちょい持ってるの知ってたから、うん、そう、だからロフトスキーの中でもちょっと今までにないようなやつをおすすめしたんですよ。はい、知らなかった。いや、これがマジで本当に俺が持ってないような、着ないようなジャンルなんですよ。多分超でかいんですよ。ちょっと立ちますね。なんか袖長いない、これ。すごいな、ダボってしてる。すごいでかいの。ロフトスキーってこのダボっていうのがあれだもんね。そう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 、ゆったり着るのが、そうそう、うん、かわいい。あ、そういうのが好きだな。気持ちいいんですよね、生地。あと、これ、あ、後ろにポケ、あ、そう、あ、これもあったんだね。何入れるの、ここに。何入れようか。こう入れるもん、何ここ、こう入れる。あ、でもこの時期やっぱ北海道いいと思うんだ。俺、トイレットペーパーがいいと思う。トイレットペーパー、だってもうこっから取ればもうここ移動、ここだけだ、ケツに持っていくだけ。あ、いいじゃん、ね、そうじゃん。ここに1個したらいい。そう、あ、ここにお前あれ推薦したんだよ、これ。そう、ほら、真剣じゃないんですよ。真剣じゃないんですよ、自分の。ほらほら、出た、ふざけた、ふざけた。で、次です、はい、一番お気に入り、僕今日買った中でスカジャンでございます。あら、かわいいよね、これ、はい、ベティちゃんのスカジャンでございます。あらら、なんか後ろはこんな感じで、後ろすげえ、なんかいい、なんかスカジャンってね、ちょっとね、かっこいい系だけど、うん、なんかこういうかわいいの合わさって、あしらって、ちょっと俺はスキピー、あしらってるね。スキピーとか使うな、お前。俺も大好きが止まらないピエンだわついてきてない感がすごいのよ、ぎこちらすぎる、うん、すごい言葉に本当にめちゃめちゃ買う気満々だったんだよね、この店で、うん、そうね、あの、ジャケットがあったんだけど、うん、もう超買う気満々だったけど、うん、でも後々したら、あ、いいかなと思って冷めてきたの。あ、だし、うん、買わなかったんだ。そうさあ、そもそもなんでお前が買おうとしてるの。何が？そうね、リボンが買いに行ってんだよ。いや、やっぱさ、嫌がってたじゃん。うん、嫌がってたよ。うん、服屋行ったらさ、テンション上がって買いになるやん。僕が買ったの。買ってるやん。買ってる。買ってるやん、お前。買っとるやないか。買っとるやないか。でーす。うわー。あらー。かわいい。ねー。たつきさん、ほんと言ってたんですよ。ほんと、俺は服で迷わないと。うん、もう即決する服屋行ったら。そう、結構ね、時間がなかったから、でも任せて俺すぐ決めるから。そう、だから期待したんだけど、行ってみればもうずーっと、どれがいいかな。めちゃめちゃけ、あの、考えた挙句、あの、店員さんにどっちがいいか聞いた。うん、したらこっちっていうか、こっちにした。優柔不断じゃないか、普通即決とは無縁だった。優柔不断の中でも優柔不断。僕も買いました。買ったの。ちゃんと買うよね。やっぱ買うんだ、みんな。本当に。いや、だってせっかく行ってさ、うん、俺だけね、君だけ買い物してずるいし、うん、せっかく行くんなら俺も買いたいということで、僕もロフトスキーで買い物しました。おーっと、今回はこちら。お、何これ。パルエルを買ったよっていう。パンツか、おしゃれ、めっちゃいいやん。いい、ちょっとこういうね、なんか意外となんか派手めなパンツばっかりだったんで、確かに、これちょっと抑えめな感じで、上品なやつね。そう、サルエルが欲しいなって前から思ってたんで。あそこ仲悪いんだね。そうですね、基本的にここ仲悪いですよ。噛み合わないです、基本的に。10年前からね、噛み合わない、うん、そうだね、うん、ほら、もうほら誰も噛み合ってほらすごいね。まあ普通に、まあこれもついでなんで、あくまでもボンリさん主役なんでね、今日は。いや、でも皆さん、うん、ね、それぞれおしゃれなアイテムを買って、この皆さんにお手伝いいただいて、ちゃんと可愛い服が買えたので、はい、これはしっかりインスタに
乗せて今後もおしゃれになれるよう頑張っていきますので、皆さんどうかよろしくお願いします。お願いします。お願いします。バイビー。何これ。